とは山形県に伝わる農耕文化を想起させる国で構成されています。四面楚歌の皆さんはその花笠踊りを自分たちなりにキレのある大きな振りが特徴の踊りに変化させていきました。そこもぜひ注目してご覧ください。それでは山形大学花笠サークル四面楚歌の皆さん、お願いします。